矢は尽き果てた。漆黒が暗黒に飲まれ、狂気が狂乱に蹂躙され、宇宙が無に帰した。なのになぜ。こんにちは。今日はフーリちゃんからご紹介していただいたアルバイトの日、ぜひニャンコさんたちもご一緒にとのことでしたけど、まず最初にご挨拶、それからこちらのリーフをお渡しする。大丈夫、ちゃんと覚えてます。よし、本日も頑張らせていただきますよ。うーっとリビングデッドストーカーとやり合うとはね。いいね、いいね。 Get ready!私がディーフォンをお配りした方々
ご様子を。わかりました。今から急いで向かいます。我が名はアルアジフ、世界最強の魔導書なり。 Get ready! ファイッ！うかつい！まだまだ！まだ待っていいよ！一瞬突破スピード！まだ待つ！
あなた不思議なことを言うのね。私に食べられたいの？いえそんなことはなくって、そのなんと言いますか、この子たちは私にとって大切な家族で。で、変な感じ。ものすごくお腹が減った気がしたんだけど、今は全然そんなことないよ。そうだ、海のりを探しに行かないと。じゃあね。あなたの相手はこの私。Get ready!と剣撃の応酬、土振るう音、防ぐ音、傷つける者、傷つく者、共感する者の声。きっと喜ぶと思います。
己の身を守る器でなければ、私がお前を殺す。Get ready!この
今こそ決着をつける時。ウォーカーはもう誰にも止められないでありますよ。バッカー、ヒュー、オーカちゃん。普段はあんなに優しいオーカちゃんまで、やっぱり何かがおかしいような。今から Get ready! アルアジフ・エクスモルテス、死者の掟にして死者の名前を告げる者。さて、誰は一体。はじめまして、私スーパーソニコと申します。アルちゃんにそっくりです。ご親戚の方なのでしょうか。ここは世界を破壊する者たちが導かれる無限螺旋の宴会より生まれた闘技場。役割より外れし者よ、速やかにこの地より退去せよ。役割、もしかして。すみません、私お仕事を間違えてしまいましたでしょうか。誰が倒した者たちの痛み、苦しみ、嘆き、怒りのすべて我らは受け取った。今こそここに自らを歓喜しよう。精神正しき時は来たれり。おとぎ話を歌い続けたラプソードスは失われた。神々の物語は忘れられ、
命の歌は消え果てた。すべてが滅び去った世界、すべてが失われた時の彼方で、ナレは何を歌う、何を物語る。あ、そちらのご心配でしたら大丈夫です。たとえ私やこの世界がなくなっても、どこかに誰かが覚えていれば、歌や物語はきっと残り続けますから。それに音楽には翼があるんですよ。違う世界へと飛んでいく奇跡の翼が。だから私は歌が大好き、ロックが大好きなんです。ならばその言葉、我らに示してみせるがいい。継ぎはぎの世界をさまよう者よ。我は死者の掟、我は魔の本性を暴く者。夜に吠える魔物の声を聞け。Get ready! なるほど、我らは間違っていたということか。かりそめの継ぎはぎの世界からも新たな歌は生まれるのだな。ああ、歌が聞こえる。インフィニットブラスターズの歌が、新たな神話の産声が。さらばだ、神話の海添え人形。機械仕掛けのライアーをつまびく歌い手よ。Thank you.
ラムの担当者さんですね。お世話になっております。はいはい、ヘルハザード警報が解除されたのですね。よかった。喧嘩するほど仲がいいって言いますから、終わった後で皆さん仲直りですね。私はこの後どうすれば。はいはい、お配りしたディーファンを。わかりました、全力で回収させていただきます。よし、最後のお仕事だ。皆さん、今度はおとなしく待っているんですよ。それでは元気に行ってまいります。とりゃー、お土産にマカロン。へい、こんなにたくさん。はあ、できたかも。ごめんなさい、朝ごはんですよね。今から特別なご飯を準備するので、ちょっとだけ待っててください。今日はなぜだか皆さんに感謝しなくちゃいけない、そんな気がするんです。
最強の蘇生呪文よりもロマンチック、最高の目覚まし時計よりもグルービー、まるでヒロイン、まるでヒーロー、小娘みたいに憧れてしまうよ。矢を払わん世界の破壊者たちに。残る神器は二つ、最極の空虚を抜け究極の門の先へ行くため次の仕込みを始めなければね。ゲームオーバー。